今夜も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時35分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送。今夜のナイスク学園パーソナリティはボケとツッコミを8対2、お笑い研究会会長のサクピーと、学園の特ダネを私にお任せ、新聞部部長のハルオです。このコーナーはナイスク学園の部長や委員長が中心となって行う代表委員会に、様々な場で活躍する巷で噂の学生さんを転校生としてお呼びしお送りしていきます。私本当は人混みが苦手で、連休は家にこもるって決めてます。ああ時間ありますしね。そうですね。私実は昨日ミュージカルを見に行ってきまして、そうアニーなんですけど、皆さんご存知ですか？あ、知ってます。あの有名な歌がありますよね。そう、小さい子たちがみんな歌ってるんですけど、そうアニーがちょうど東京公演が5月7日までなんですね。本当は昨日だけで終わらせようと思ったんですけど、すっごく良くて、どこかこの連休中にもう一個、もう一回だけ行きたいなと思ってて。アクティブですね。どんなところが良かったんですか？なんかやっぱ歌がすごいちっちゃい子たちが歌うんで、歌声がめちゃくちゃ綺麗で、私結構ミュージカル好きなんですけど、普段は割と大人メインの、それこそ劇団四季とか行くので。ミュージカル行きます？私行きます。で店とか、あとアラジンとか見たことある。いいですよね。はい、そうだ、子供たちが主役ってちょっとまた一味違った気がする感じで、すごい良かったので、もう一日7日までなので行きたいなと。ちょうどね、ゴールデンウィークで、ぴったりだね。じゃあゴールデンウィークの皆さんの予定に提案して見てください。はい、ナイスク学園では1回1回の代表委員会がより濃密なものとなるよう、リスナーである生徒の皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。アンダーバースチューデントです。フォローよろしくお願いします。はい、それでは本日お越しくださった転校生をご紹介します。117神戸防災委員会より稲沢さんと重松さんです。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ズームでの出演ということで、はい、私も初めてなのですごく楽しみなんですけど、まず117神戸防災委員会、これってどんな団体ですか？はい、117神戸防災委員会は神戸新聞社と神戸市の協力のもと、阪神淡路大震災を経験していない様々な大学の学生が阪神淡路大震災の経験を次世代につなげていく、集まりです。おお、なるほど。新聞会社の方と、はい、市も一緒になって行っている団体。ちなみに具体的にどんな活動を行ってますか？具体的には3つあって、1つ目はワークショップ。ワークショップ、商店街とかショッピングセンターに行って、お子様からお年寄りの方に向けて、新聞紙で工作を作ったり、防災クイズや AED 体験なども行っています。2つ目は、防災出前授業といって、私たちメンバーが実際に小学校、中学校に、高校とかに、訪れて、防災授業をしています。
最後のミーティングは、月に1回あるんですけど、ワークショップとか防災出前授業の準備をしたり、外部の方を呼んで、以前呼んだのは写真洗浄の方を呼んだんですけど、災害時に汚れてしまったお写真をきれいにする体験を私たちがさせていただいたりしました。面白そうですね。そうですね、出前授業っていうのは実際に学校に行ってやるってことだと思うんですけど、どんな感じで行われているんですか？本当に普通の授業と一緒で、小学校も、中学校、小学校、高校と、年齢で合わせて内容は変えていくんですけど、本当にクイズとかだと、このクイズで正解は何だと思いますかって感じでお子さんに考えてもらって、楽しく座学というよりは楽しくみんなでゲームするような授業になっています。確かに楽しみながら防災学べるとより一層、身につくというか、いいですね。ちなみに重松さんはこの委員会の中でどのようなことをされていたんですか？委員会の中で、私はですね、去年まで委員長を務めていたので、授業計画とかミーティングの内容を考えたりとかもしていました。なんでこの委員会に入ろうと思ったきっかけとかってありますか？私は、教職、将来卒業、大学卒業後は教員を目指しているので、教育実習よりも前に、実際に授業が学校で実践できるのが魅力的だなと思って、入りました。確かになかなか授業をする機会というか、もう小学生と話す機会なんてないですからね。作らないとね。すごい。なんか一つその気になったことがあるんですけど、私その実際に教育学だったりを学んでいて、それから塾講師だったりもやっていたんですけれども、その小中高でその出前授業をちょっと変えてるっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、どういったところを意識して、その小学生はこれ、中学生はこれ、高校生はこれってやってたのかってちょっと気になります。主に変える内容としては、防災クイズの方になるんですけど、小学校だと、本当に低学年とかになると津波っていうのは分かるけど、どれぐらい強いものなのかとか、津波の速さとかも分からないので、そこをクイズにすると面白いんですけど、高校生とかになってくるとちょっと分かるような内容をしても面白くなって、考え込むような内容を取り入れたりはしています。すごい。何かやっててこういうところがすごく楽しかったとか、やりがいを感じたこととかありますか？生徒さんたち、児童さん、生徒さんたちの反応は毎回やりがいを感じていて、最後に終わった時とか面白かったとか、高校生の子だと、私も大学生になったらこういう活動したいんですけどっていう、てくれたりすることはすごくやりがいだなと感じています。確かに楽しそうですね。なかなかできない経験だと思うので、実際に重松さんが何か防災で意識していることとか、この委員会に入って変わったなと思うことはありますか？私は委員会に入るまではそんなに防災知識はなくて、お家でも特に何もしていないようなタイプだったんですけど、防災委員会に入ってからは避難バッグを改めて、見つめ直す、自分用の、売ってる避難バッグだと自分用の専用ではないので、普段から使ってるお薬とかコンタクトとかメガネとかも入れてたりっていうのは、委員会に入ってから見つめ直したところです。なるほど、今めっちゃ刺さりました。私も市販の防災バッグ置いてるだけだから、中身ちょっといじってみようかなって。そうです、ですよね。確かに薬とか大事。じゃあその重松さんが、あまりね、その知識がこう自信がないよっていう中で入って、そのこの知識こう教えてもらって印象的だったなっていうものはありますか？はい、台風などの豪雨災害の時に避難する方法なんですけど、傘をさして避難するのではなくて、カッパを着た状態で
状態で傘を杖代わりにして避難する方法なんですね。これは、なんでかっていうと、大雨の時は雨によって川の水位が上がっちゃってマンホールが開いちゃうことがあるんですけど、そしてさらに夜だと道も暗くってマンホールの存在に気づかないということもあって、なので傘を杖代わりにしてマンホールの落下防止を防いだり、目の前にある障害物に気づけることができるっていうのが防災ハック。確かにマンホール落ちちゃったら大変だ。確かに雨の中に人も出ちゃう。そう、まあ、そっかそっか。確かに、なるほど。普段からこう117神戸防災委員会の中でこうそういう知識を教えていただいていたと思うんですけれども、じゃあちょっと稲沢さんの方にちょっとバトンタッチして話を聞いていきたいなっていうふうに思うんですけれども、最近でその能登半島で地震があったりだとか、外国でも台湾で地震があったりっていうことがあったと思うんですけど、じゃあそこにこう何か力になりたいっていうふうになった時に、その募金だったりとかそれからボランティアをしたいっていうふうに思う人って結構いると思うんですよ。でその時ってじゃあどこに、いろんなこう募金する場所があるけど、どこに募金したらいいのかとか、それからボランティア、その現地の人に迷惑にならないかなっていうことを考えた時に、じゃあどういうふうにボランティア応募したらいいのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。まず募金に関してなんですけれども、募金されてる団体さんってたくさんあると思うんですけど、この集まったお金は、どういう使い道で使いますよっていうのをおそらくほとんどの団体さん言われてると思うんですね。例えばユニセフに寄付しますとか、日本赤十字に寄付しますとか、そういうのもあるんですけど、私のおすすめは、どこかの、都道府県がやってる義援金募集委員会、義援金ってついてるところに入れるのがおすすめです。これはなぜかというと、先ほどのような日赤だったりユニセフに寄付をしても、ユニセフとか日赤から使っていただけるんですけど、義援金になるとそのまま集まったお金を被災者の方で、まあ、簡単に言うと分配するっていうやり方になっているので、直接お金が届くんですね。募金をするならその義援金って書いてあるのに入れるのが私としてはおすすめです。初めて知りましたね。そうですね、でボランティア の, その迷惑にならないかなっていうことに関しては、まずはそういう意識を持っていただくっていうのはすごく大事なんですけど、本当に必要な時に人が来てくれないともっと被災地の人は困ってしまうので、なのでそういう時はご自身の住まわれている市町村であったり、あとは都道府県の、ボランティアセンターもしくは社会福祉協議会っていうところに行っていただくと、ボランティアが募集しているのかどうかであったり、もしくは逆にボランティアに行くってこう表明をしてると、助成金っていう形で向こうまでの交通費が出たりする場合もあるので、そういうところに聞くのがおすすめです。なるほど。じゃあ義援金って書いてあるところに、お金を送ると直接届くっていうことと、それから、社会福祉協議会だったりボランティアセンターに問い合わせるといいよっていうことですかね。はい、そうです。なるほど。なんか、そういう情報って、確かにそう、なんか溢れすぎててわからないから、今回聞けて本当にすごい良かったですね。詳しく教えてくださった稲沢さんは今大学院に通っていらっしゃるっていうことで、災害についての研究だったりしてると思うんですけど、具体的に今どんな研究をしてるのかちょっと気になっちゃったんですけど、教えてもらってもいいですか？はい、わかりました。私は大学時代からずっと防災を研究してまして、特に防災教育っていうところに、重きを置いて研究をしてるんですね。なのでこの117神戸防災委員会も入ってるっていうのもあるんですけど、今大学院ではGIS っていう地理空間情報システムって呼ばれてるシステムなんですけど、これ何かっていうと、山の高さは何メートルあってどこに山があるのか、川は何メートルの深さまであるのかとか、建物はどういう形になってるのかっていうのを 3D マップで表示するっていうのがあるんです。そこに例
えば、大雨が降ったらここは浸水する危険があるっていうのであったり、津波の時はどこまで津波が来るのか、そういう災害の情報を重ねて、はいはい、でじゃあここに危ないのはどこなのかなっていうのを、まあ、探すとか、そういう機能を用いて、まあ、それぞれがどうやってこう災害から自分の命を守ってもらうか、そういうのをできる限り誰でも見れるように防災教育のプログラム検証であったり、まあ、そういうツールを広めていく、そういう研究ができたらいいかなと思っております。あ、なるほど。知らないと何も防げないですもんね、私たちも、うんうん、なんかしかもなんとなくそのハザードマップとかでここは危険だよっていうふうに言われても、うんうん、なんで危険かがわからないと、なんか別に大丈夫かなとか思っちゃうから、うん、対策ができないですもんね。そうそうそう、うんうん、だから今現状だとその GIS は誰でも見れる状況ではないと。一応 GIS 自体は使えるんですけど、これはあくまでそのツールの一つなので、例えばおすすめとしては重ねるハザードマップっていうのがあるんですね。これ誰でも Google とかで検索していただいたら出てくるサイトなんですけど、それで自分の家にカーソルを合わせてもらって、で、画面の右側とかですかねに雨とか雷、火災、地震、津波、土砂災害みたいなこう災害のアイコンがあるので、それを押してもらうと自分のこう家とか自分の学校とか住んでる地域がどんな災害リスクがあるのかなっていうのが分かるんです。これ実際に GIS の機能を使われてたりもするんですけど、あ、重ねる防災マップ、ハザードマップ、ハザードマップ、うん、なんかハザードマップ見るときのポイントとかってあったりしますか？うんうんうん、そうですね、よくあるのがハザードマップをこう気になったから見てみた、うんうん、そうすると自分の家は土砂災害からこうの危険区域から外れてた、色がついてない、うん、あ、うちの場所って安全なんだねって思っちゃう、思っちゃいますよね、うん、ただ実際これ災害の今までの例を見てると、うん、そうして安心して家にいたから周りの土砂が思いもよらない形で崩れてこう、うん、犠牲になられた方であったり、ちょっと怪我をされてしまったりとか、そういうこともあったりするので、うん、自分の家がどうかっていうのももちろん大事なんですけど、その周りはどういう状況なのかなっていうのをぜひ見てほしいなと思います。なるほど、周りも大事、なるほど、ありがとうございます。じゃあ明日からね、使える知識たくさん聞けたのですごくあのためになりました。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、あのお二人に一言ずつ、ちょっと今回ご出演なさった感想だったり、それからまあ今後何かこう展望だったりイベントだったりがあったらお伝えしていただきたいと思います。じゃあまず重松さんからお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。防災のことをちょっとでも広めれたらなって思っています。で、今後はですね、防災委員会もこのラジオなんかにも出たり、いろいろなメディアでどんどん広めて防災の知識を、神戸だけではなく、日本中に届けられたらいいなって思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。宮沢さん、お願いします。はい、ありがとう、本日はありがとうございました。私も、まあ、防災委員会の一員であり、そして一人の、まあ、大学院生研究者として、これから皆さんの命が少しでも助かるような研究をして、皆さんにこう、 うまく使ってもらいやすいツールなどを開発していきたいなと思っております。ぜひあの探してみてください。はい、はい、ありがとうございます。それでは今回の転校生は117神戸防災委員会の重松さんと稲沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手はサクッピーとハルオでした。良い週末をお過ごしください。ナイスクサテライトはまた来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。ナイスクサテライト、この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。